生化学、タングート学、生化研究、タングート研究は、特にタングート人自身によって書かれた、当時の文章を通して、古代のタングート人の文化、歴史、芸術、言語を研究する学問。タングート人は独自の複雑な文字で書かれた絶滅した言語を話したので、生化語の研究と生化文字の解読が、生化学の基礎となった。タングト人は、中国北西部に、 聖火を建国したが、やがて、モンゴル帝国により倒された。1036年に考案された聖火文字は、聖火、元の時代に、漢本や記念碑の碑文に広く使用されたが、明の時代に聖火後は絶滅した。知られている最新の聖火後の記録例は、河北省補定市の寺院の2本の赤道に書かれた1502年付の仏典の碑文である。真の時代までに、 聖歌語と聖歌文字の知識はすべて失われ、聖歌文字の例や説明は、そう、元、明王朝の現存する中国語の本に保存されていなかった。19世紀に入って、聖歌語と聖歌文字が再発見された。14世紀中は、北京近郊の巨洋石雲台内壁に刻まれた、聖歌語の仏典金現代で最も早く、聖歌文字が確認されたのは、 1804年に中国の学者針が官宿省文史の語告寺にある重州語告寺館通等碑という石碑に刻まれた中国語と聖歌語が併記された碑文中の中国語で書かれた部分に聖歌の年号があることを発見し、それに対応する碑文に書かれた三つの文字は聖歌文字であり、従って北京北方の万里の頂上の許容石雲台にある、 同じ文体の未知の文章も、聖火文字に違いないと結論付けた時である。ただし、長が聖火文字を確認したことはあまり知られておらず、半世紀以上後になっても、学者たちはまだ雲台に見られる、未知の文字が何であるかについて議論していた。1343年から1345年に仏陶の祈願として混流された雲台には、6つの 異なる文字で仏典が刻まれているが、当時の中国や西洋の学者に知られていたのは前の五種の文字だけであった。1870年、アレクサンダー・ワイリーは未知の文字は女神文字であると主張するアミエン・シェント・ブッディスト・インスクリプション・アット・ケウ・ヤング・クワンと題した有力な論文を書いたが、スティーブン・ウートン・ブッシェルがその未知の文字が実は タングートであることを決定的に証明する論文を発表したのは1899年になってからだった。ブッシェルによる37の聖果文字の解読1868年から1900年にかけて北京の英国公使館の医師を務めたブッシェルは熱心な貨幣学者で聖果国が発行した聖果文字が刻まれた多数のコインを収集した。これらのコインの名文を読むために 彼は、両州の中国語と聖火語の二言語表記の石碑を比較することで、できるだけ多くの聖火文字を解読しようとした。1896年、彼は37の聖火文字と中国語で対応する意味を載せた表を公開し、これを鍵として、聖火のコインの4文字の碑文を、大安時代の貴重なコインとして解読することができた。長さ4文字ではあるが、 未知の聖火後の文章が翻訳されたのは、これが初めてだった。ブッシェルが聖火の貨幣の名文解読に取り組んでいたのと、ほぼ同時期に、北京にあったフランス公使館の外交官、ジャンガブリエル・デベリアは、聖火後中国語の二言語表記の領収費を研究しており、死の前年である1898年に、聖火文字と領収費に関する二つの重要な論文を発表した。 北京のフランス公使館通訳ジョルジュ・モーリスが中国で西洋人3人目となるタングルトの研究に着手し、ホッケの中国語版のテキストと、ワダンの乱語の1900年に北京で発見された聖火語の写本三巻のテキストを比較したことで、聖火文字の解読は進歩を遂げた。聖火語版の経典を対応する中国語版の経典と比較することで、モーリスは 約200の聖歌文字を同定し、聖歌語の文法規則を導き出して1901年に発表した。現存する聖歌語のテキストと非文の不足、特に聖歌語の辞書や語彙集の欠如は、学者がブッシェルト・モーリスによる聖歌文字の解読に関する予備的研究を超えることが困難であることを意味した。1908年、ピョートル・コズロフが内モンゴルのゴビ砂漠の端にある、 放棄された聖火の要塞都市からホトを発見したとき、聖火研究の突破口がついに生まれた。からホトは、明朝初期に突然放棄され、一部は砂に覆われていたため、500年以上にわたってほとんど手付け数のままだった。コズロフは、町の壁の外にある大きなストーパの中で、中国語と聖火語を中心とする約2000冊の漢本や写本。 多くの聖火仏教美術品を発見し、保存と研究のために、サンクトペテルブルクのロシア地理学協会に送り返した。その後、資料は科学アカデミーのアジア博物館、後のロシア科学アカデミー東洋研究所、サンクトペテルブルク支部に移された。コズロフによる、この前例のない聖火後資料の発見が、東洋学分野における独立した学問分野としての聖火学の発展につながった。 カラホトのタング偶と仏教会が1909年秋にカラホトの資料がサンクトペテルブルクに到着した後、中国学者アレクセイ・イワノビチ・イワノフは聖歌文字で書かれた何百冊もの本や写本の保存と識別に取り組んだ。ほどなくして、万刊号辞小中玉という中国語聖歌語の二言語の語彙集を発見し、それが聖歌語を解読するための鍵であることをすぐに理解した。 彼は後に、カラホトの資料の中で3つの聖歌語単一の辞書、用語集、おとどう、文解、草字を発見した。岩の府は、1909年から1920年にかけて、聖歌文字に関する多くの記事を発表した。これは、聖歌文字の知識を広めるのに役立ち、他の学者が聖歌語を研究するようになった。1916年、 イワノフが発行した資料に基づいて、ドイツの東洋学者、ベルトルトラウファーは、いくつかの文字の発音の再高を試みた聖果語の研究を発表し、聖果語は、チベットビルマ語族のロロモソ語派に属すると提唱した。イワノフは番官号字小中玉や他の辞書に基づき、約3000の聖果文字からなる短い辞書を編集することができた。辞書は年に完成したが、 当時の正常不安のために出版されなかった。イワノフは辞書の原稿をアジア博物館に預けたが、1922年に家に持ち帰り、1937年に彼がスターリンの大粛清で逮捕、処刑された後に行方がわからなくなった。イワノフに続いてニコライ・アレクサンドロビチ・ネフスキーが登場した。ネフスキーは1915年から日本に居住し、 日本語、アイヌ語、草語を研究していたが、1925年に、イワノフと中国で出会ったのを機に、カラホトの聖歌語のテキストの研究と、聖歌文字の解読に着手した。1929年にネフスキーはソ連に戻って、レニングラードにある東洋学研究所で働き、カラホトで見つかった、語彙資料に基づいて聖歌語の辞書編纂に取り組んだ。しかし、 1937年の晩秋、辞書出版の準備が整わないうちに、日本人の妻と共に逮捕、処刑され、ソ連での成果後の研究は残酷な終わりを告げた。1912年に古物学者として名高い羅新玉は、サンクトペテルブルクで岩の府に出会い、同年中国で出版した万韓号辞小中玉から9ページの、 複製を作ることを許された。彼は1922年に天津で岩のフと再会し、万感豪辞小獣玉の完全な複製を入手した。その後1924年に複製は長男のラフクナリによって出版された。ラフクナリは1935年に同音の最初の白紙ミリ版も出版している。ラ新玉の三男のラフ長は家族と 西夏への関心を分かち合い、若干18歳で聖火文字の有力なハンドブックを執筆した。中国では聖火後のテキストがさらに発見された。最も顕著なのは、1917年に、姉夏の霊部で発掘された5つの陶器の壺の中に隠された仏教の経典である。これらのテキストは、北平に送られ、中国国家図書館聖火コレクションの中心を、 形成した。1932年には、これらのテキストに特化した国立北平図書館の、起用の特別号が発行され、中国、日本、ロシアの様々な学者らによる論文が掲載された。1920年代後半から1930年代初頭に、かけて、ロシアのネフスキー、ドイツのラウファー、中国の王政女、 アメリカのカリフォルニア大学バークレー校のスチュアート・エヌ、ウルフェンデンを含む多くの学者は、聖歌後の音声的特徴のいくつかを再考できる、チベット語の音声の注釈がある、カラホトのいくつかの写本に注目した。一方、イングランドでは、ジェラード・クローソンが1913年から1916年の間に、オーレル・スタインがカラホトで収集し、 ロンドンの大英博物館に帰宅された数千もの聖火後写本の断片の研究を始めていた。1937年から1938年にかけてクローソンはスケルトン・ディクショナリーをブザし、シャランゲージを書き、2016年にファクシュミリで公開された。しかし、極東での日中戦争の激化、ソビエト連邦での政治的弾圧により、 1930年代後半に、生化学は中国、日本、ソビエト連邦で停滞した。第二次世界大戦が始まると、ヨーロッパやアメリカでも生化学が停滞した。第二次世界大戦が終わって10年以上経ってから、生化学が復活した。戦後、最初に、生化学を手掛けた学者は、京都大学の西田達夫で、1950年代半ばに、 雲台上の聖火古仏教秘文を研究することから、始め、その後50年間にわたって、日本を代表する聖火学者になった。1964年から1966年にかけて、西田は、約3000文字の辞書を含む聖火後の音韻の再高と、聖火文字の解読に関する記念碑的な作品を、制作した。西田はまた、 ケゴ行業や聖火後の儀式に関する詩の研究も行った。儀式に関する詩の中には、各項が異なる語彙と文法構造を用いて2回書かれているものがあるという事実を説明するために、西田は2つの異なる聖火後のレジュスタの存在を提案した。すなわち、ほとんどの聖火後の文は、一般の単偶都人の言語を表しているが、儀式に関する詩は、 支配階級の言語を表しており、支配階級の言語は、一般の聖果語では失われた言語的基礎を保持しているという説である。ソビエト連邦では、ネフスキーの対策であるトングットフィロロギーが、死後1960年に、出版1962年に、礼人賞を受賞したことにより、聖科学に弾みがついた。トングットフィロロギーの主要部は、世界で、 初めて刊行された聖歌後の近代辞書である1000ページにわたる聖歌後の辞書の総考であり、新世代の学者に聖歌後テキスト研究の文庫を開いた。1960年代に E.I. クイチアノフが率いるレニングラードの東洋、写本研究所の若い研究者のグループは半世紀近く前にカラホトから持ち帰られた膨大な聖歌後のテキストの研究と翻訳を始めた。 この研究の主な成果の一つは、クイチャノフ、クセーニア・ケピング、VS コロコロフ、AP テレイコールカタンスキーによる、成果語単一の応印辞書、文化の学術編集版であった。コロコロフとクイチャノフは以前、中国の道教の古典の成果語訳版に取り組んでいたが、テキストが非常に読みにくい、成果文字の筆記体で書かれていたため、特に注目に値する。ケピングは、 初期の研究が聖歌語文法の理解に重要な貢献をし、続けて中国の標法書、孫氏の聖歌語訳を翻訳した。ケピングはまた、聖歌語に二つの異なるタイプが存在するという西田の理論を拡張し、一つの言語スタイルには一般的な言語が現れ、もう一つの言語スタイルが仏教の採用以前にタングートのシャーマンによって儀式を目的として作られた。 儀式言語が現れているということを提案した。続けて、テレイコールカタンスキーは、聖火の書籍の技術的特徴に関する論文を発表した。他の有力なロシアの学者は、ミハイル・ソフロノフで、1968年に、有力なグラマー・オブ・ザ・トングット・ランゲージを出版した。クイチャノフや、ケピングなどの学者は、聖火の言語と文字に取り組むだけではなく、聖火の歴史、 社会、宗教の理解にも重要な貢献をした。1968年、クイジャノフは、聖火の歴史に関する最初の体系的な概要を提供する、聖火国の歴史的スケッチを発表した。ケッピングは、聖火の国家と宗教の関係を研究し、皇帝と皇后による、タントラ仏教の実践が、聖火国の運営の中心であるという理論を主張した。中国では、 生化学の再開が遅く、文化大革命によって進歩が妨げられていたため、タングートに関する重要な研究が発表されたのは1970年代後半になってからだった。新世代の生化学者の先駆者の一人である、リノリフミは、1970年代初頭に、生科の皇帝の墓から、生科の碑文の断片を発掘し、1976年に、同音の研究、 続けて1997年に最初の包括的な聖果語中国語辞書を出版した。他の若い学者には、シキンパー、シラハマ、甲信家がおり、これらの学者たちは1983年に共に文字界の重要な研究と翻訳を生み出した。台湾では、シナチベとト比較言語学を専門とする教皇上が聖果語音陰論に取り組み、 李藩文フの1997年の辞書の音声再考を行った。吉祥ペン至り、口は本族の見開きこの時期に、中国では多くの重要な考古学的発見がなされたが、おそらく最も重要なものは、1991年に違法に爆破された、姉家の背寺口方、等遺跡からの様々な歴史的、宗教的アーティファクト、多くの聖歌誤社本。 漢本の発見である。発見品の中には、12世紀後半に印刷されたと考えられる、聖火後の仏典吉祥ペンに至り、口は本族が含まれており、これが、木活字で印刷された書物の現存する最古の例で、あると考えられている。中国の学者にとって、聖火仏教も重要な研究テーマだった。1988年、資金波は、 聖花仏教と聖花仏教美術の有力な概要を生み出した。この分野のもう一人の学者は、シャツギマサで聖花単価の研究を行い、聖花仏教美術に対するチベットのタントラ仏教の影響を調査した。アメリカでは聖花学に取り組んでいる学者はほとんどいない。1970年代にリュック・クワンテンは聖花の外交関係の研究に取り組み、 1982年には、聖火語と中国語の語彙、万感号字小中玉の研究を発表した。しかし、アメリカでの聖火の歴史とタング偶都人研究の第一人者は、ルース・ W ・ダネルである。1988年に、ダネルは1994年に建てられた石碑の聖火語と中国語の二言語の秘文の研究と翻訳を行い、1996年には、 ザグレート・ステート・オブ・ホワイト・ハイ、ブッディズム・ステート・ファンデーション・イン・レブンス、センチュリー・シアという題名の有力な本を出版し、その本の中でタングルートと近隣の民族との関係や、聖火国における仏教の役割を考察している。クローソンに続いて登場したのは、ニュージーランド出身で1960年代に大英博物館で働いていたエリック・グリンステッドである。彼は、 大英博物館のスタインコレクションにある、ザ・ジェネラル・エス・ガーデンと題された作品が、諸葛亮が書いたとされる、中国の軍事戦略書の独自の聖果語訳だと明らかにした。また、聖火仏教の仏典旧館の英陰本を編集し、1971年に、ザ・トングルットトリピタカという題で出版した。グリーンステッドの主要な出版物は、アナリシス・オブ・ザ・トングルットスクリプトで、 その本の中で、成果文字の構造を分析した。さらに、成果語テキストのコンピューター処理で使用する文字に、標準コードを割り当てる初期の試みとして、4桁のテレコード番号を各成果文字に割り当てた。1990年代後半から、新世代の成果学者が登場した。中国では、多くの若い学者が、成果学に重要な貢献をしてきた。 孫博君は、サンスクリットのテキストの聖歌語訳の研究に取り組んでいる。対ただ支配は、聖歌のテキストに書かれたチベット語の音声の注釈を研究している。反証棒は、聖歌文字の聖書法の形式を定義しようとしている。日本では、荒川慎太郎が聖歌語音韻論に注目し、聖歌語の応印辞書を作成した。アメリカでは、マーク三宅が、 プレトングルッドと呼ぶ聖歌語の仮想の祖語を再考しようとしている。フランスでは、ギオーム・ジャックが聖歌語の動詞の理解を深めた。イギリスでは、イムレ・ガランボスがグリーンステッドの研究を引き継ぎ、ダイエート書館が所蔵するカラホトの聖歌語写本、特に荘園の研究を行っている。定評のある聖歌学者も重要な貢献を続けている。 国のリフミは成果後中国語辞書の改訂増法版を、クイチャノフと荒川は成果後ロシア語英語、中国語辞書を発表した。これらの辞書はどちらもコンピューターの成果文字組版を使用しており、近年では成果文字をユニコードでエンコードする提案がなされている。1994年に大英図書館が設立した国際遁�プロジェクトにより、カラホトなどからの成果後写本が、 デジタル化されたことで、世界中の学者の聖火語文書の原本を研究する能力が大幅に向上している。2012年10月26日現在、オンラインのイドップデータベースには、ロンドンの大英図書館、サンクトペテルブルクの東洋写本研究所、台北の中央研究院、プリンストン大学図書館に所蔵されている、聖火語写本、漢本の目録エントリー1110点、 画像684点が含まれていた。2010年、寧夏社会科学院は、トングットリサーチというタイトルの機関紙を創刊した。これは、最初の生化学専門の定期的学術雑誌である。ありがとうございます。